で、ここから、Ubuntu を立ち上げていきます。まあ、この辺、たくさんやったことある人は、まあ、飛ばすといいと思います。まあ、やることとしては、もろもろ入れて、アナコンダ、Python のアナコンダの環境を立ち上げるところまでを頑張ります。で、まずは、で、いつもこの辺全部アンシブルを書いちゃっていて、私の GitHub に上がってるんですけど、ここじゃないな。あ、これだ。アナリティクスアンシブのロールのコモ。で、まあちょっとここで、アプトで入れるやつを確認しますね。まあ、sudo のアプトのインストールの、まず git は必要。私、Emacs 派なんで Emacs。で、あと最近、Python でも C でコンパイルするライブラリ多いんで、ビルドエッセンシャルも入れときます。で、tmax。これは必須ですね。あと1とかも入れとく。はい、じゃん。で、今入れた中で、やっぱ tmax が、失礼、アップデートしてなかった。tmax がやっぱ重要で、で、tmax は、まあ、セッション保存できるんですね。まあ、やるといいんですけど、まあ、こういうふうにやると、まあ、セッションが立ち上がって、これ途中で切れても、例えば、まあ、切ったと思ってデタッチしてるんですけど、またアタッチできて、セッションが再開できるんですね。で、特にカグルとかだと1日とか下手すると3日ぐらい計算回すことあるんで、tmax 上でやらないと SSH 切れたアボンみたいな悲劇が起こるので、tmax は必ず使いましょう。で、あ、どこまでやったっけ？あ、アップデート代わりにかけたのか。じゃあ、もう一回流して。もうこれ流してる間にアナコンダ入れますか。アナコンダっていうのは Python の一個ですね。で、機械学習の、ライブラリが全部入ってるんで、まあ、何も考えなければアナコンダでいいでしょう。どこかな？Linux の3.6で、これの URL をコピーして、こっちで入れますか。で、wget で、ジャンプ。うん、はい。で、SS やるといろいろ出るんで、これのガイドに従って、今度入れときましょう。はい、エンター、ライセンス、合意しますよ。で、アクセプトしますよ。で、フォーム直下のアナコンダ3以下に入れますか。で、まあ入れましょう。ここでいいですよね。まあこれも時間かかります。まあ待ちますか。ああ、tmax 上でやっとけば他の作業はできない。まああんまが動画で並行していろんなことやるとわけわかんなくなるんで、まあ、ゆっくり待ちますか。今のところ、Ubuntu にもろもろ入れて、アナコンダを入れているみたいな状況ですね。あ、で、今この mkl って入れてるんですけど、これ、インテルのマスカーネルライブラリーで、行列計算とか、早いやつで、ブラスって呼ばれるものの一種なんですね。これのマスカーネルライブラリーでビルドされた、Python のその数値計算のが入るので、まあ、何もかん、なんか特別な理由がない限りアナコンダ入れとくことをお勧めします。まあ、特に大きい問題ないですけど。まあ、普通の開発とかだとこういう余計なライブラリバーって入るのは嫌なので、パッケージちゃんと管理すると思うんですけど、分析環境ではむしろ一気に全部入った方が楽なので、いいですね。まあ、そんなに時間はかからないとは思いますね。まあ、ここにあるライブラリーが何かっていうのを結構探してみると、いろいろこう楽しい出会いがありそうですね。ここに入ってるのは基本的にそういう科学技術計算に必要なものばっかなので、ライブラリドリブンでいろいろ勉強になるかもしれないです。もう Pandas とか入りましたね。もう0.20なんですね。
パイテーブル。フラスクも入るんだ。ハイパイソン、シーボーン、ジュピターラボ、スパイダー。まあ、スパイダー使わないですけどね。で、パス。まあ、Python って打った時に出るようにしますかっていう話なんですけど、今回は、楽なんで、まあ、カグル用途でインスタント立ち上げたら、ここはいつもイエスでいいと思います。で、立ち上がったので、バッシュ RC を読み込むと、この状態で Python ってやると、システムのが立ち上がるんで、さっきのソースバッシュ RC を読み込むと、3.6.2になる。で、まあ、こっちじゃなくて IPython 使うことの方が、IPython はまあよりリッチなインタープリターですね、Python の。こっち使うことの方が多いと思います。は、まあ、立ち上がると。じゃあ、ここからやっていきましょう。で、あとは Tmax 上で全部作業しましょうかね。じゃあ、ここから、実際に、コーディングしていこうと思います。いや、なかったですね。まあ、じゃあ、やっていこうと思います。はい、じゃあ、ここから実際のコーディングに入っていこうと思います。まず、さっき作った、リポジトリをクローンして持ってきちゃいますと。あ、こっちの方がいいな。ないのか、これ。で、パスワードは秘密よと。で、いきますと。で、ここに、さっきリポジストレージに上げたファイルたちを持ってきてしまいます。こいつね。おりゃ。gsutil の -m でパラレル cp の -r にして、gs コロンスラスラでカグルポートインプットを、ここに持ってきた。メイク、あ、こうすればいいか。インプット以下に入れますと。はい。来るかな？お、来た来た来た。ですと。で、ちゃんといますねと。で、7z を回答しなきゃいけないんで、7z はちょっとめんどくさいんだよな。7z を Ubuntu とかにしとけいい？あ、あったあった。これですね。これで 7z の回答が入ると。7z のフル、pz7 のフル。で、これで、トレインを回答。テストも回答。で、サンプルサブミッションも。で、全部できているので、7z。7z は、ファイルは削除します。で、になってると。で、いろんな、まあ、これ、よくわかんない。今回、ハッシュ化されてたりするのかな。なので、まあ、解読、スペイン語がわかると解読できるらしいんですけど、ホームページ、ポルトセグロのホームページから。まあ、ちょっとわかんないですね。ID があって、ターゲット、この01を当てに行く。で、そういうデータ。まあ、これをこう、綿密に見るっていうのも、が、まあ、分析の第一歩でなんですけど、まあ、今回は、まあ、サブミッションのフローを説明するのがメインなので、あんまりデータの中身は、見ないですし、まあ、そこで、ナレッジ共有、まあ、こういうのが、ナレッジ共有しちゃうのも、まあ、あれですけど、まあ、こういうのはちょっと議論の見とこなんで、ちょっと勘弁してください。で、まあ、この EDA って言われてるやつが、大体その、このデータを可視化したようなカーネルになっているので、まあ、見てみるといいですね。まあ、多分重いんで時間かかるんですけど、まあ、ステーリングホイールフォーオブフィーチャーってかっこいいですね。ちょっと、時間かかるな。まあ、この人は R のノートブックで書いてるんですね。まあいいや。で、ここからコーディングしていくんですけど、まあ、いつもプロトス、プロトタイプの、使い捨てのコードもプロトスっていうところにいつも入れてるんですよね。
まあ、ネーミングが何でもいいと思う。で、ここに書いていきます。いつもロードデータってファイルをいつも私は、作ります。で、Python の、まあ、この辺はお決まりなんで先に書いておきますかね。pandas と numpy はインポート。あとで省略するのあんま好きじゃないんですけど、最近もうこっちがデファクトになっちゃったんで、おとなしく、従うことにしました。トレインデータは、で、Python は実行場所からの相対パスになるんで、本当はこの相対パス表記は良くないんですけど、ことカグルに限っては、カーネルで実行するときに絶対パス参照できないんですね。だから、まあ、こっちのコードも、相対パスで書いとくと、まあ、コピペでも、カーネルに持っていけるっていう利点があるんで、これは、勘弁してください。ですと。で、書いて、まず、私は、リード CSV みたいなメソッ、あ、関数をまず書きます。で、ここで、まあ、テストデータ、トレインデータ両方でやるような処理を書いておきます。で、なんか、そうですね。他のやつとかで、いいのあるか。インスタカートでいいかな。インスタカートの、ロードデータを見てみるとですね。まあ、3ヶ月やるとこんな汚くなっちゃうんですよ。っていうのはいいとして、まあ、リード CSV の中で、この時マルチ CSV みたいなふうにしたのか。リード CSV はその CSV 一個一個処理するようにいつも書いていて、で、これが、まあ、複数ファイルとかで大きい時とかは、マルチ CSV、この、まあ、PMAP で、マルチプロセッシングで、並列で CSV を処理したりしています。カラム横で、処理するとき、まあ、ランキングとかは全部のデータないと出せないと思うんですけど、例えば、まあ、その、引き算、ある日付とある日付の引き算とかは、横で見るだけでいいので、行単位でできるんで、まあ、その並列で実行するときに処理しちゃうとより早いと。まあ、今回はそういうのをしなくていいんで、普通にこのファイルを読むだけのファイル、やつを作る。だから、DF の PD のリード CSV の、パス。で、リターン DF。まあ、こんだけで多分大丈夫ですね。で、まあ、この辺はちょっと上級編的チックなんですけど、私は、まあ、ログをしっかり書いた方が、まあ、あと、長期的にコンペ戦っていくときに、好きなので、ロガーを入れてしまいます。ロガーの、この辺、コードの保管機能なしで書くのはなかなか疲れますね。ちょっとその辺も入れるみたいなやつやってると時間がいくらあっても足りないので、今回はこれで、やっていきます。デバッグ。まあ、この辺のコーディングいかに早くしていくかみたいなところは、まあ他のいろんな解説の方が詳しいのと、まあ、この辺結構宗教戦争になるので立ち入らないようにします。で、ロードトレインデータっていうのと、この2つの関数をいつも書いてますね。なんで、こんなことするかなんですけど、まあ、リード CSV の方は、フューチャーエンジニアリング、トレインデータ、テストデータ共通のものを突っ込んで、それ以外は、の、まあ、トレインデータ特有のやつとかをこっちで処理するようにするというので、やっていくと。まあ、なんで、まあ、呼び出すのはこのロードトレインデータとロードテストデータです、ここから。で、
まあ、並列したりとか、そういうごちゃごちゃはこっちの read CSV とか、もう一段切ったり、関数切ったりして、処理します。で、DF。まあ、ここだから今回だと、すごい、簡単なんで、冗長な書き方に見えるかもしれませんが、まあ、こんな感じの構成にしておくと、まあ、あとあと拡張性が高いんじゃねえのかなと思っています。ですね。で、ここで、ロードデータが書けたんで、本当はここで、テストコードを書いてもいいんですけど、まあ、カグルでテストコードちゃんと書くことってないですよね。し、めんどくさいし。なんで、まあ、ここに、簡易的にロードデータ、他ではこの、呼び出し、この関数を呼び出して、インポートして使うんですけど、ここにじゃあ、軽く 書いときますか。ここで、データフレーム来るはずなので、はい。今回、静的解析とかも入れたいんで、ランタイムエラーめっちゃ出ると思いますけど、まあそういうのは、勘弁というか、静的解析入れないといっぱい出ちゃうんだよっていう教訓だと思ってください。まあ、いつかその辺のも上げれたらいいんですけど、結構 Emacs を魔改造してるので、私の場合あまりこう、参考にならない気がする。で、実行してみると、その場所 RC が読み込まれてなかったですね。失礼。ここじゃない。これで、そうですね、ここがまあトレインデータが来て、テストデータが読み込めたと。まあ、こんな感じで読み込んでいけばいいと思います。まあ、ちょっとさっきの読み込みが終わったと思う。そう、最近カグルすごいサイトが重いんですよね。見れないかな。まあいいや、こういう EDA とか、参考にして、特徴の、を考えることをした方がいいと。まあこういうの見ていきましょうか。まあ、ちょっと R はよくわかんないんで。もう終わり。ああ、来た来た来た。そうですね。フォルスの場合、トゥルーの場合の、これは、まあ、平均値とか、カウントですね。このバイナリなんで、0、1の特徴が、安全運転が1の時に、まあ、どっちが0、1かはわかんないんですけど、まあ、トゥルーとフォルスの時で、どんだけ、まあ、分布が違うかっていうのを見ています。まあ、これとかすごいですね。まあ、こういうのから、新しい、特徴を見出して、まあ、こういうその可視化のテクニックとかもカグルのこのカーネルで学ぶのが非常にいい教材なんで見ていくといいと思います。